皆さんこんにちはマジシャンのダローです世界最古とされるマジックトリックを今からお見せいたしましょうこれは最も基礎的な伝統のトリックでカップボールという名で知られていますこのトリック一つで物を出現させたり消したり移動や変色サイズを変えたりなど貫通させることも可能ですまたこれはマジックの根本的な原理をいくつかカバーしています 一度覚えるととても楽しいトリックですスライハンドを使わないでトリックを取得しても手品の基礎を学ぶことができます基本の演技それでは「ガップボール」の不思議を紹介しましょうよく見ていてください3つのボールと3つのスチールカップのトリックです目を離さないでください 一つ一つ注意してご覧くださいコンセプトはとても簡単ですボールをカップに乗せ残り二つのカップを上からかぶせ指を鳴らせばこの通りボールはカップを貫通しました先ほどと同じようにボールをカップの上に乗せ残り二つのカップをその上に乗せます指を鳴らしボールはカップを貫通した時にはボールが二つに増えますそれでは最後にもう一度今回はもう少し難易度を上げ 1>, 1つ以上のカップにボールを貫通させますので注意してよく見ていてください簡単すぎるのでボールを2つのカップに貫通させますそうするにはもちろん指を2度鳴らす必要があります3つ全てのボールもご覧の通りですこのようにカップとボールでさまざまなことが可能ですもう一つ紹介しましょうボールを上に乗せ半時計回りに回し指を鳴らすとボールをここからそこへジャンプさせることができますここにもう一つありますね 今度は難易度を2倍にするため2倍の距離に飛ばします2回回せばここからそこへ移動します最後にもう一度ここにボールが2つ3つ全てのカップをかぶせますこのように積み重ね3つ目のボールはポケットの中に入れますポケットカップともに指を鳴らしまるで瞬間移動したかのようにポケットから消えて積み重ねたカップの下に出現しますこれがカップボールのミステリーです